ハリソン軍はアメリカ合衆国ウェストバージニア州の中央部北に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は69,099人であり、2000年の68,652人から0.7%増加した。軍庁所在地はクラークスバーグ市であり、同軍で人口最大の都市でもある。 ハリソン軍は1784年に設立された。ハリソン軍はクラークスバーグショート試験に属している。ハリソン軍は1784年にモノンガリア軍から分離して設立された。軍名はバージニア州知事を務めたベンジャミン・ハリソンの姓にちなんで名付けられた。ハリソンは第9代アメリカ合衆国大統領。 ウィリアム・ハリソンの父であり、第23代大統領ベンジャミン・ハリソンの曽祖,祖父である。ハリソン軍委員会の初会合は1784年7月20日、ジョージ・ジャクソンの家で開催された。最初の仕事の一つは、高級的な軍長所在地を選定することだった。軍長は、クラークスバーグに移すことが決められた。1773年、デイビッド・ダビソンが、 クラークスバーグとなった場所を所有権登記していた。この町は探検家のジョージ・ロジャース・クラークにちなんで名付けられており、1785年10月にバージニア州議会によって認証され、1795年には法人化された。クラークスバーグ発の新聞であるザ・バイ・スタンダーは1810年に発刊された。ウィンチェスターとパーカーズバーグをつなぐノースウェスタン。 ターンパイクが建設されると、クラークスバーグは成長を始めた。この道路は1836年にクラークスバーグまで延伸された。1856年には、ボルチモアハイオ鉄道が開通して、クラークスバーグの経済発展が加速された。この鉄道は、1800年代末と1900年代初期に、地域石炭工業の発展に貢献した。 アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は417平方マイルであり、このうち陸地416平方マイル、水域は1平方マイルで、水域率は0.13%である。軍内の水は、ウェストフォーク川とその支流であるテンマイル、クリーク、シンプソンクリーク、エルククリーク、ハッカーズクリークに流れている。クラークスバーグのメインストリート、 ブリッジポートのベネダム市民会館、クラークスバーグで開かれるウェストバージニア黒人文化遺産祭、ブリッジポートで開かれるスコットランド祭とケルト集会、クラークスバーグで開かれるウェストバージニアイタリア文化遺産祭以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。次のリストは、軍内の未編入庁であるが、これで全てではない。ブリッジポート市では、 バージニア周発の基本計画都市であるチャールズポイントが現在建設中である。広さ1700エーカーの一つの町に商業施設、住宅地、レクリエーション地域が組み合わされる予定である。これに隣接して2億7800万ベイドルをかけ、最新式の医療機関であるユナイテッドホスピタルセンターも建設中である。このセンターとは通り向かいに、 企業団地のホワイトオークスが計画され、新病院を支援することになる。またその近くには FBI のクジス複合施設も建設される。週刊高速道路79号線の州内にある部分はハイテク回路に属すると考えられている。ありがとうございます。